はい、マドモアゼル本郷です。麻雀、負の計算、点数申告、この場合をご案内します。まずは見ていただいた通り、麻雀で負の計算をしなければならない時というのは400とか500に満たない、万案に満たない、E 班から3班、1役から3役の時ですね、よく起きてきます。よく出くわすのが30分から50分の計算です。でこの時にすぐにパッと計算が出ればいいんですけど、なかなか覚え始めた人とかまだ覚えてない人たちが出てこないと思うんですけども、ちょっとしたコツをですね、この表を使って確認できるかなと思います。でまず1番目の段落はこれ点数、2段目はその点数の語呂合わせ、3番目はそれぞれの点数の申告をするときに語呂合わせというような感じだと思います。で1段落目見ていきますと、まず点数がいっぱい並んでますが、早い覚え方のコツが実はありまして、まずこの場合ですと30分1役で1000点からスタートします。40分だと1300点、50分だと1600と点数が変わるんですけど、もう縦の列だけ覚えればですね、他も覚えられるというからくりになってます。というのはこの30分のところの1000点見ていくと、横2役だと倍の2000点、さらに横3900円と倍になってくると思います。40分も同じように倍になってますね。50分も倍なので、縦列だけ1000、1300、1600、1000、1300、1600、1000、1316、1000、1316と覚えることによってね、すぐこの3役の点数が出てくるっていう方法があるんですけれども、ただこれでもやっぱり覚えづらいなっていう方には2段落目、こっち語呂合わせになってます。30分横列で覚えると早いです。1000、2000、ザンク、1000、2000、ザンク。40分は1326、52、1326、52。50分は16、32、64、16、32、64となってます。でこれ例えばここで上がってロンって言った時にこの点数するパッと出せるんですけども、実はこれロンの時にしか使えなくてですね、自分がつも上がりした場合、この時つも上がりした場合は下の表がすぐ使える語呂合わせになります。でこれもちょっと読んでみます。30分のところが3本5本骨董10002000、300点500点500点1000点1000点2000点。40分が4本7本長藤さん1326、400点700点700点1300点1300点2000点の語呂合わせです。で50分のところが4本8本400点800点8本16800点1600点16残念1600点3200点となっています。この語呂合わせを覚えていただくと積もった時にすぐですね、あ、ゴッドですよ、1326です、16残念です、8本16なんで800点1600点です、パッと申告をしてスムーズに進むというものになっております。で今日は麻雀、負の計算、点数の申告、この場合の動画をご案内いたしました。ではこの動画、マドモアゼル本郷がお送りいたしました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。